はい、こんにちは。自営業専門税理士神奈美です。本日の YouTube 動画は、給与所得と専従者給与の方の定額減税をどうやればいいかを動画で解説していきたいと思います。前回の動画で個人事業主の定額減税について解説したんですけども、その次ということで給与所得と専従者給与についての解説をしていきたいと思いますので、一緒に学んでいきましょう。私はオンラインサロンの運営とその他 SNS をしています。またビジネス書2冊出版しています。すべて概要欄からリンク飛べるようになってありますので、ぜひ一度覗いてみてください。それでは早速本日の動画行ってみましょう。はい、定額減税、給与所得と専従者給与は一体どうやればいいのか、6月からスタートする定額減税について一緒に学んでいきましょう。本日の内容です。定額減税、給与所得、また専従者給与の方のやり方について解説していきたいと思います。まず最初に定額減税の概要について説明をしてから、6月の給与から計算スタートするとはいえ、一体どのように経理処理をしていけばいいのか、具体的例を用いて解説をしていきます。次は減額できない場合は一体どうなるのか、その後の処理について解説をします。次、実際の用紙を見ながらこういったように記載しますよというような記入例を少し紹介します。そして最後、皆さん気になっているであろう定額減税、年末調整や確定申告で一括してやっちゃダメなの、これについて最後解説しますので、ぜひ動画最後までご覧になってください。では早速定額減税の概要から簡単に振り返ります。はい、定額減税とは、1人所得税が3万円、そして住民税が1万円、合計4万円を減税するというものになります。時期はですね、令和6年の6月からスタート、実施されます。対象者は会社員、個人事業主とも両方該当します。会社員も OK ですし、もちろん個人事業主の方も定額減税されることになります。対象外の人もいますので、そちらを紹介します。まず1つ目、対象にならない人、令和6年分の合計所得金額が1805万円を超える方、対象外となりますので、ここしっかりと押さえておいてください。またもう一つポイントなんですけど、こちら令和6年分の所得で概算されますので、まだ実際令和6年分で12月までのね、所得が出ていないので、まあ見込みでいくことになります。ここがまた、事務処理がね、大変になる要因なような気がします。ではもう一つ、対象外の方、非課税所得、また住民税の非課税所得に該当する方はですね、給付金という形で出ます。今回のこの定額減税というのは、給付金ではなく非課税所帯ではない方に対して税金を安くしますよと、減額しますよというのが概要になります。以上が基本的な概要となります。もっと詳しく知りたいって方はですね、国税庁に特設サイトあります。こちら URL 貼っておきますので、ぜひそちらから確認するのもありかと思います。では次、実際のパターン例を見ていきましょう。はい、サンプル例です。扶養家族が3人だとします。自分と配偶者と子供が2人というふうに仮定しましょう。所得税は1人3万円なので、自分合わせて配偶者と扶養しているお子さん2人4人ということで12万円になります。住民税の方は1人1万円になりますので、4人分の4万円合わせると合計16万円の減税がされるということになります。そしてこちら、同一生計配偶者と扶養親族はカウントするということなんですけども、少しね、注意点として挙げていきたいと思います。まず一つ目なんですけど、16未満のお子さんがいる方いらっしゃると思うんですけど、所得税控除をする場合には、16歳未満の方は扶養控除にならずに0円だったんですけど、今回の定額減税についてはですね、16歳未満の方、人数としてカウントして OK ですので、しっかり覚えておきましょう。そして同一生計配偶者の方、ちょっと注意点があります。合計所得が48万円以下の方でないと、配偶者の方と一緒に減税することはできません。合計所得が48万円を超えている方はですね、おそらくパートなり正社員なりどこかで働いている方になります。そうすると、その配偶者の方が働いている勤務先で定額減税を受けることになりますので、こちらカウントをしないというルールになっております。合計所得48万円以下というのは、イコール年収でいうと103万円以下の方になります。ですので、この同一生計配偶者の場合、合計所得が48万円以下かどうかというのをしっかりチェックして、カウントするのかしないのか把握するようにしましょう。
これ個人事業主のオーナーがですね、スタッフの家族分をですね、定額減税計算する、また経理の方が計算するときにもしっかりと把握しなければいけない項目となっておりますので、皆さんこちらの把握しっかりとね、見落とさないように、また間違いのないように気をつけてください。では次に実際の定額減税の事務について表を使いながら解説していきます。はい、こちら減額事務の実際のやり方ということで、分かりやすいように解説してきますので、数字が実際のものとは違くてですね、分かりやすいように、丸い数字で紹介をしております。こちら6月1日以降の給与の支払いから定額減税スタートします。こちら給与のみならず賞与も該当してきますので、きちんとこちら押さえておいてください。では例えば6月の月給が40万円だったとします。そして社会保険等が差し引かれてそれが7万円だったとして、源泉徴収税額が8000円引かれていた。この源泉徴収税額が今回所得税、要は減税される部分になります。こちらしっかり押さえてください。この源泉徴収税額というところを減税することになります。今回6月は8000円なので、こちらね、8000円全額引き切れるので源泉徴収税額が0円になるということです。こちら下見ていきましょう。例えば6月住民税は2万5000円でしたとします。そうすると本来6月の手取りはですね、29万7000円になっていたはずです。それが今回減税する、定額減税が入ることで8000円が0円になりますので、手取り29万7000円だったところ、減税されて調整後は30万5000円が手取りになるということです。なのでその分、8000円の分がですね、自分がもらう給料が増える、またスタッフに渡す給与手取り額が増えるということになります。次7月はですね、7月の給料は月45万円だったと、そして社会保険が7万5000円、源泉徴収税額が8500円だったとします。そうするとまた7月もですね、源泉徴収税額8500円が0円になります。そして住民税が2万8000円だったとするとですね、手取り金額が本来は33万8500円だったところ、減税が入りますので調整した後が34万7000円ということになります。これを6月7月8月9月11日12月とですね、合計3万円分、3万円まで減税できるまでするということです。この3万円が終わった後は今まで通り通常のパターンに戻る、通常の給与支払いに戻るということになります。そして12月までにこの3万円が引き切れなかった場合は一体どうなるの、これ後々スライドで解説しますので、一旦ここでね、解説を次に進みたいと思います。では次にね、所得税は1人3万円というふうに言いましたが、住民税の場合はですね、6月はですね、実は全員今回の定額減税が入ることで0円となります。これどういうことかと言いますと、この事務処理が間に合わないということで、6月の住民税は一律0円にするというような仕組みが入るようです。ですのでこちらは何も考えなく0になると思ってください。そしてその後ね、7月の分は実際住民税の支払い入ってくるんですけども、ここ最後スライドの下に注意点追記があるように、住民税の定額減税は地域の市区町村の方が計算します。なので自営業者のオーナーが、また経理の方がですね、この住民税について計算するということはないのでご安心ください。このあたりね、ちょっと負担が少なくなっていますけども、逆に市区町村の方はこの住民税の計算が今年はめちゃくちゃ大変だと思います。ですのでこういったミスが起こりやすい要因になっていると思いますので、やはり皆さん自分の住民税きちんと減税されているのか確認した方がいいかなというふうに個人的に思っています。というわけで給与支払いの場合の具体例を少し分かりやすい表を使って解説をしました。では次に先住者給与がいる場合、自分の奥さんを先住者として雇ってるんだけど、その場合の計算パターンはどうなるのっていう疑問が聞こえてきそうなので、次のスライドから紹介をします。はい、減税事務のやり方、先住者給与パターンということで解説していきたいと思います。先住者給与の場合なんですけど、多くの方がですね、先住者給与8万円とか8万5000円あたりで設定している個人事業主、フリーランスの方多いんじゃないでしょうか。例えば6月が8万円だと、8万円先住者給与を毎月払うとですね、実は源泉徴収税でかからない、0円になるんですね。これが6月もそうで、7月もそうだったというふうに仮定します。そうすると減税することができないので、
ずっと手取りは8万円で変化はありません。こういった場合、ずっと定額の8万円で6月から12月まで先住者給与を支払った場合は、合計3万円の減税が全くできない状況になりますので、年末調整で計算をして、年末調整引ききれないと思いますので、その分が給付されるということになります。こちらしっかりね、押さえておいてください。では別の例で、例えば先住者給与、うちは月15万円で払っているって方、この方はですね、源泉徴収税額が発生する金額になります。こちら2980円源泉徴収しているはずです。その場合には2980円分は減税できますので、こちら0円にするということになりますね。ですので6月から12月まで15万円定額で払った場合にはですね、2980円 ×7 ヶ月分が源泉徴収されてますので、2980円 ×7 ヶ月分とするとですね、合計が2万860円になります。なのでその分全額源泉所得税が、この定額減税が入ることによってゼロになるということです。この15万円の場合でも合計3万円まで減税できませんので、引ききれない分が出てきます。引ききれない分は次のスライドで解説をします。そして先住者給与の場合も同じく、住民税の定額減税は地域の市区町村が計算してくれますので、ここはご安心ください。先住者給与もですね、給与の方も基本的にルールは一緒ですので、まあ同じ流れでいくというふうに思ってもらっていいかと思います。では先ほどの給与のパターンも、先住者給与の場合も合計3万円まで12月までに引ききれませんでした。ではこの引ききれなくって残った分どうなるの、損しちゃうんじゃないかっていうふうに思っている方もいるかと思いますが、ご安心ください。はい、次に減額しきれない場合は一体どうなるのかについてスライドで解説をしていきます。まずちょっとね、分かりやすいので図を紹介します。こちら国税庁から持ってきている図なんですけど、6月の賞与と6月の給与がありまして、最初のね、この6月で定額減税分全額を一回に引き切ればすごくね、経理の方はシンプルで分かりやすいですし、大きなミスもトラブルも出てこないかと思います。こういったように一回で控除しきれる場合はいいんですけども、右のパターンですね、控除しきれない場合なんですけど、6月の給与だけで控除はしきれない分というのを次の控除にこう繰り越していくってことになるんですね。今この図ではですね、6月の賞与で消しきれましたので良かったんですけど、賞与がなかった、もしくは賞与を使ってもですね、引ききれなかった場合は7月8月9月とその残った分、控除しきれない部分を繰り越していくということになります。そして最終的に12月まで繰り越したんだけども、先ほどのね、例で見たように引ききれない場合というのが出てきます。例えば給与の場合で、こちらの表で見たところ、8000円、8500円、1万円引き切ったんだけど、この後ですね、9、10、11、12ってあるんで引き切れる、このままいけば引き切れるんですけども、例えば引き切れなかったとします。そうするとですね、合計3万円まで減税できるので、3万円から8000円引いて、8500円を引いて、1万円を引いた残りが引き切れなかったというふうに仮定してください。その場合残り3500円になりますので、この分が給付されるっていうことに実はなるんですね。同じく先住者給与の場合もですね、月額8万円でずっと源泉所得税がゼロだとですね、この3万円まで減税することができません。6月から12月までずっと毎月8万円でいくとですね、引ききれないということになると思います。というように先住者給与の場合も、引ききれない場合には給付金という形で出ることになります。もう一度スライド先ほどに戻ります。というわけで、減雑しきれない分は給付金として調整するというのが今回の定額減税のやり方になります。差額を1万円単位で給付するというルールになっております。皆さん、スタッフや先住者給与の流れとしてですね、毎月の給料を計算して、また年末調整をして、年末調整が終わった後に税務署や市区町村に源泉徴収票というのを提出しているはずです。それのデータが元にですね、市区町村が計算をして給付金を計算して給付してくれるっていうのが流れになります。次に今紹介したこの年末調整源泉徴収票の提出をするって言いましたけど、その中の具体的な用紙を一緒に見ていきましょう。この用紙見た方がおそらくイメージしやすくなるかと思います。はい、実際の用紙の書き方です。皆さんこの用紙見たことあると思います。給与所得に対する源泉徴収簿というのがありまして、こちらで皆さん支給額、社会保険等の金額、源泉所得税額などを記入してですね、計算してるかと思います。ここの5月6月の分を次のスライドでピックアップします。この用紙を使って給料計算も、また先住者給与の方もですね、計算をしているはずです。では次にこの5月6月の分をクローズアップして、一体どのように記入して定額減税をすればいいのかを解説します。
はい、こちらが5月6月をピックアップしたクローズアップしたところだと思ってください。こちらね、国税庁から表で持ってきております。給与のところ見てください。5月6月とあります。5月はですね、まだ定額減税が入っていませんので、この方源泉所得税が11,750円であるんですけど、こちら何も触っておりません。そのままになっております。定額減税は6月1日以後給付するものからスタートしますので、6月25に50万円の給与を支払ってると。そして源泉徴収が11,750円引かれるはずだったんだけども、6月は定額減税が入るから、そのまま11,750円が引かれます。ここにですね、赤い三角というような記載をして、分かるように記載をしておくということが非常に重要ポイントとなってきます。そしてこちら、源泉所得税は0円になりますよと。このように先ほど言った源泉徴収簿にですね、定額減税する前の数字と定額減税がいくらなのか、必ず両方の数字メモるようにしてください。この両方の数字揃ってメモっておかないとですね、次の月7月にですね、いくら残ってるのかって分からなくなりますので、これ両方の数字をしっかり記入して把握するようにしましょう。では次に、毎月の給与明細などはどう記入すればいいのか見ていきましょう。はい、こちら実際の用紙の書き方続き編ということで、記載例載せてあります。毎月出す給与の支払い明細書についてはこのように記載してくださいということで、サンプル例が国税庁から発表されています。定額減税額がいくらっていうふうに必ず記入するようにしましょう。そして源泉徴収簿など記載をして、年末調整をして計算をした後に、この源泉徴収表というのを作成しているはずです。こちらの源泉徴収表にはどのように記載をするかと言いますと、こちら赤枠のところを見てください。このように控除額がいくらだったのかというのを分かりやすく適用欄に記載をすることになります。そしてこの源泉徴収表を見て、市区町村の方がですね、給付金あるのか、また引ききれなかった分給付金あるのかチェックかけますので、この源泉徴収表が間違っているとその後の計算も間違ってきます。ですので、特に今年、通常もね、こういったところミスしてはいけないんですけど、特に今年はですね、これ間違いないように気をつけましょう。はい、では次に、こんなに毎月毎月ですね、計算をして定額減税していたら大変だと、めんどくさい、年末調整にまとめて1回で3万円を引いたらダメなんですかっていう質問来るかと思います。こちら最近ですね、情報が発表されましたので解説していきたいと思います。年末調整で一括でやりたいという気持ち、ちょっと皆さん出てくるかと思います。何を隠そう、私も個人的にはですね、年末調整や確定申告一回でできたら楽なのになというふうには思っております。皆さん、年末調整一括減税しちゃダメなんですかという疑問出てくるかと思うんですけど、結論は措置等は公表されていません。基本的に毎月6月からスタートするというのがルールとなっております。こちら事務負担が増加するということと、対応を求める声も多くあったんですが、最近発表されたところによると、猶予措置はなしと、基本的に毎月やるのがルールですよということが発表されました。というわけで、法令上は正しい源泉徴収税額を6月から計算をしないといけないというルールになっております。いや、個人的にですね、これは皆さんの事務負担が増加するので、そして私たち税理士ももちろん負担が増加するので、ちょっとね、何かしらの措置が欲しかったなというのは正直なところです。さて、本日の動画ではですね、こういった給与計算、先週者給与についての具体的パターンを見ていきました。前回の動画で私、実は個人事業主向けの定額減税の動画作っておりますので、個人事業主、フリーランス、自営業の方、自分の定額減税はいつされるのか、まだ見てない方、知りたい方はですね、ぜひ前回の動画を見てチェックしておいてください。はい、私はオンラインサロンを運営しています。オンライン上で税理士を味方につけるということで、 Facebook の非公開グループで運営しています。サロンの詳細については概要欄の URL から飛べるようになっておりますので、ぜひ詳細チェックしていただけると嬉しいです。参加お待ちしております。
メリットは4つ。まず1つ目、質問と相談が税理士に24時間好きなタイミングでできるということです。こちら文章で質問をしてくださって、私がその文章についてコメントするというような形で質問、Q&A に答えている感じです。チャットのようなイメージ持ってもらえると少しイメージが湧きやすいかなと思います。2つ目、情報共有の場のメリットがあります。メンバー全員ですね、皆さん起業家してる、もしくは独立を考えてる、副業している方メンバーばかりですので、そういったところで同じ条件、同じような働き方の方と情報交換ができるということで、非常にこれが好評です。3つ目、記事の購読権利がついております。私が平日毎日 SNS の裏側や、また経理や税金についての情報を投稿してるんですけど、その記事を読む権利がオンラインサロンにはついております。そして4つ目、定期的にメンバー同士、私も一緒に会議をしております。この Zoom 会議に参加できる権利もオンラインサロンのみだけの特典となっております。ぜひ皆様のご加入お待ちしております。はい、そして YouTube のチャンネル登録まだの方ぜひお願いします。感想やコメントいただけると励みになります。また高評価ボタンもぜひぜひお願いします。その他 SNS もやってますので、そういった SNS もフォローしていただけると嬉しいです。はい、というわけで本日の動画以上となります。今回はですね、定額減税について給与を計算するとき、また先住者給与を計算するときのパターンについて分かりやすく解説した動画となります。今回の動画だけですね、この定額減税の細かいルールまで解説できていないんですけど、まず基本的なことを抑えるということが大事なので、このような動画を出させていただいております。まだまだですね、この退職したらどうなるのとか、新しくスタッフが入ってきた場合はどの、ね、タイミングでカウントして計算するのとか、子供が生まれた場合はどこでカウントするなどなど、イレギュラーなパターンがすごくあるんじゃないか、出てくるんじゃないかっていうのがこの定額減税になります。とはいえ、今年の6月からもうね、ジムスタートしますので、しっかりと勉強しておかないといけない内容だと思います。今後もこういった個人事業主やフリーランスに役に立つ動画継続して出していきますので、ぜひ引き続きよろしくお願いします。というわけで、事業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。